でございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日は送り人の営業ということでご相談をいただいたのでですね、えー、難しいんですが、えー、お答えしていきたいなと思います。ご相談いただいた内容が、私、送り人として、まあ、現在のお会社としてフリーで独立をしましたと、で送り人に亡くなった方の化粧をしたり処置をするっていう仕事を、まあ、葬儀者に向けて提案をしながら営業していますということで、えーまあ なななかなかない営業ですよねで、まあ、農家専門の会社と、まあ、葬儀社と直接お客さんとさんコミュニケーションをとりながら何かできないかということを提案をしながら営業されていると。で現状は、えー、葬儀屋さんに 葬儀屋さんの儲けが少ないので、まあ、そこを安く、格安で提案をしながら私がやりますよということで提案をされているということなんですが、なかなか営業に出向くことができず、料金説明をしたけども、なかなかその後リアクションにつながってませんということで、ご相談をいただきました。ありがとうございます。まあ、難しいですよね。現状、葬儀屋さんとか、まあ、全然そこの業界に詳しくないんで、恐縮ですけど、あの葬儀屋さんとかで行けば、ある程度もす既に仕組みであったりとか、まあ、その依頼先っていうのを決まっているので、 何か新しくっていうことが受け入れづらい世界なんじゃないかなっていうのは思います。っていうのはある程度そのビジネスとして、商材として、取り組み、事業として、回し方が完全に決まっているものっていうのは、何か後から新しいものを入れるっていうのは、やっぱりそれだけ ディスクがあったりですとか、まあ、もっと言っちゃえばめんどくさいんですよね。なんでわざわざ新しいことを何かするかみたいなところがハマらないケースっていうのは結構多くて、葬儀さんまさにその典型なのかなっていうところはちょっといろいろ LINE でもコミュニケーションを取らせていただいた中では感じたところでございます。でまあ、とはいえ、すごく思いを持ってされていて、葬儀さんもまあコストが上がってしまっていて利益が出づらい状況だったりとか、あとは ご依頼をいただいた方でいけば、あの最後、仮装する前に遺族の方々がですね、料金をいただかずにアフターフォローしてもらうっていうことで、まあ、ご,ご家族が亡くなった時に、く綺麗な状態で送り出せるっていうところは、まあ、遺族の方にとってもすごく、 メリットがあって、でそういう思いでされているってことなので、おそらくこの提案っていうのが、その無料で料金が安いですよみたいな形がはまりづらいんだと思うんですよね。要はまあ仕組みがまあ決まっていてで、現状もやり方もルーチンで決まっていてで、このやり方でもすでに回してますっていう状況で、まあ、安くなるからやってくださいよみたいな提案っていうのがもう刺さらないはず、刺さりづらいと思うんですよね。もちろんコスト意識があってみたいな形の方でいけば、動かれる経営者の方もいるかもしれないんですが、まあ 当然会社として送業屋さんビジネスでやっているもののそこに対してなんかビジネスだからまあもっと安くなるからやりましょうっていう気持ちで動く人ってそんな多くないんじゃないかなっていうのが思ったところですでわざわざ送り人として独立をしたっていうところであれば私だったら飛び込みをするかなと思いますあの飛び込み営業ってまあ非効率だとか、まあ、テレワも含めてですね非効率だって言われがちなんですけど今回みたいにその エリアがある程度営業先として決まっている場合でいけば、でかつ送迎車ってすごく無数にあるわけではないので、自分がまあ営業ができる、実際にサポートができるエリアを絞って、でそこに対して今回独立をしてこんなことをやってますっていう顔と名前を売っていくっていうのが最初すごく大事になるんじゃないかなと思います。正直、今営業いくつか動かれている中で、いきなり即決で受注になっているケースって少ないっていお話だったんですが、こういうい 詳細から難しいい部分もあると思いますでその時にあなんに、まず困った時きに、あこういう人いたなっていう,ふうに思い出してもらえる状況を作っておくな、いきなり売り込むのではなくて、まずは名前と顔を覚えてもらって、何かなあの人手が足らない時だったりとか、大変な時にちょっと声をかけてもらう、でその時にはこういう思いでやってるから、こういうふうに頑張ってくれてるんだ、丁寧にやってくれるんだっていうことに気づいてもらえれば、そこからこう案件が広がっていく、紹介が増えていくみたいな状況になってくるんじゃないかなと思います。現状ででこういういメリットがあるので是非 ご,ご導入お願いしますっていう営業よりはフリーとして、えー、こういう思いで事業を始めました、えー、とフリーとしてこういうかか、えー、と問題があるなであったりとか遺族の方からご相談いただくことがあったので私こういうことやってるんでぜひ、えー、ともしそういったご相談であったりですとか,遺族,か遺族の方からのご要望があった時はぜひご相談いただければ全力でお手伝いさせていただてますので今後ともよろしくお願いいたしますみたいな形で名前を売りながら徐々にその業界そのまエリアの中での葬儀屋さんの中で認知を広めていく。で しっかり一件一件対応しながら、紹介が増えていくみたいな形の仕組み作りを考えていただくのが良いのかなと思います。まあ、今日はすれば、もももも受注が取れる商材では正直ないかなと思うんですが、こうやって、まあ、特にフリーであの動いている場合でいけば、しっかりと根回しをしながら、根回しというかまあ声をかけていきながら、業界内で認知を上げていくっていう動きから、まず始めていただくのが良いかなと。そのためには、エリアがある程度絞られている場合は、飛び込み営業が効率的かなということで、ちょっとご提案をさせていただいた感じでございます。 難しい影響だと思うんですが、ぜひ頑張っていただきたいなというところが今日のアドバイスです。えー、ぜひ今日の動画参考になった勉強になったなという方はぜひ、えー、チャンネル登録、いい高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。本日は以上です。